皆さんこんにちは、エルザです。今回は1000時間以上夢を使って感じた夢に必要なキャラコン紹介となります。今回ねコメントでいただいたのでちょっとそれを元に話をしていきたいなと思います。でトラストをね発売前からひたすら使っていますが、防衛武器といえどキャラコンはとても重要な要素だなとやっぱよく感じますね。で前衛向きのキャラコンがあるように後衛向きのキャラコンっていうのもあると思います。でそこで今回は後衛向きでかつ弓寄りに考えた弓に必要なキャラコンについて紹介をしていきたいと思います。すごい弓のための動画ですね。でルール関与したいけど自信がないとか弓のキャラコンは何があるのかっていう方は見てもらえると嬉しいなと思います。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まずは点打ちです。ジャンプした先の足元に向かってインクを打つ移動方法ですね。足場が少ない際に機動力確保となるため基本の動作になります。前線に一気に上がる際など重宝する動きですね。ちなみにチャージャーの場合は線が細いのでちょっとやりづらいです。弓との飛沫の大きさで機動力に大きな差が出たっていうところですね。続いてジャンプ壁打ちです。弓でもジャンプ壁打ちは可能となります。ですが高さが稼げないのでそれが難点ですね。ある程度の壁の高さであれば使えるのでメイン一発分の高さは覚えておくようにしましょう。これはできるだけマップの散歩で覚えた方がいいです。でジャンプ壁打ちで登れない場所は素直に2回メインを打った方がいいです。続いては浮き上がりキャンセルですね。これはシューターでもあったキャンセルです。チャージキープのない弓は少しでもチャージをはめるにはもってこいのテクニックとなります。ただギリギリでボタンを押さないと浮いてしまうので練習は必須なキャラコンですね。上がる際にこの肩あたりでボタンを押すと成功しやすくなります。ただほんと 0. 何秒とかの差です。多用するキャラコンの最後は左右打ちです。これは詰められた際に行う対面方法ですね。まあ基本中の基本となります。近距離戦でチャージを当てるのも大事になってくるんですが、連射打ちで倒す必要というのも出てきます。足場さえ整えれば返り打ちにできますので左右に動く練習はしておきましょう。ちなみにですがイカ状態から打つまでには時間がかかりますので、この射撃の感覚を覚えるようにするといいです。多用するキャラコンについては以上となります。主にマップを最短時間で移動するための方法となっています。続いてはトラストなりのイカロール活用術について話していきたいと思います。トラストなりのイカロール活用についてですが、場面に合わせた使い方っていうのが重要です。1つ目は点打ちと組み合わせて機動力がアップするっていう方法です。これは前ロールと点打ちを組み合わせた方法ですね。基本は点打ちでの移動なんですが、前ロールを挟むと斜めに移動しながら動くということが可能となります。通常の点打ちと違って敵の被弾を抑えながら移動することが可能なので、相手に詰められている時や前に無理やり出る時などに活用するのがいいです。これで練習するだけでもだいぶキャラコンは良くなりますね。2つ目は連続イカロールです。これはシューターでも紹介したやつですね。弓の連続イカロールは主に矛持ちをした時のみ活用となります。まあアサリとかでも使えなくはないです。でそれ以外は連続イカロールしても攻撃回数が落ちるので、実はメインのいいところを落としてしまうんですよね。なのでそこまで使用はしないです。ただ連続イカロールができると無理やり矛を運ぶことができるのでとても重宝しています。コツとしては先に足場を塗ってからイカロールを連続するだけとなります。ここで前ロールができるとさらに活躍ができますね。主なキャラコンに関しては以上となります。トラストは飛沫が大きいのでそれを活用すればイカロールなどはやりやすい方なのかなと思ってます。ただ前衛のようなキャラコンで相手を翻弄するというわけではなく、キャラコンでチャンスを作るという感じです。動きが鈍い武器な分時間短縮できるキャラコンは重要ですので、弓握りしめて遊んでみてください。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。